このコーナーはフック仙台の提供でお送りします。さあというわけでまっちゃん、はい、なんか連れてきたねなんか連れてきたね、そうそうですね、なんか連れてきたね、はい、今日はですね、あの、はい、仙台フックが、5月で13周年を迎えるんですけども、もうそんなになるか。そうなんですね、もうあっという間に13周年になってしまって、でその13周年の、ちょっと記念すべきイベントに出演いただく、ですね、日程が5月の1日日曜日、フック13周年アニバーサリーパーフェクトサイトに出演いただく、00Z さんにお越しいただきました。イエーイ、ようこそ、よろしくお願いいたします。お願いします。さあそれじゃあとりあえず自己紹介を。はい、皆様こんばんは。00Z のギターボーカルのエリカです。ベースのケンジです。ドラムのシンゴです。お願いします。よろしくお願いします。いやー、エリカ様なんだね。はい、エリカです。やっぱりエリカはエリカ様だよね、これは。どう考える。で、ドラムのシンゴ。はい。どうしたその髪。いや僕久しぶりに自分よりもパンチ効いた人を久しぶりに見ましたよ世之助さん、本当ありがとうございますびっくりしたわ本当に。さっきね実はあの、はい、控室の方でね、はい、ヒュッと通り過ぎながら、はい、面白い髪してんなと思いながら、いや僕も同じことを、シンパシーを感じました、ね、本当に完璧に。だってこれやってるやつ珍しいよね。そうですね、バンドでもあんまりいないでしょこれ。いないですし、東京とかツアーで全国回ってますけど、うん、僕か世之助さんしか見たことないですね本当だこれあれですよ、あの小坂忠とかあの鈴木茂とか、はい、あの中野徳っていういわゆる1960年代70年代のねロックアーティストの皆さんにはね、もうめっちゃ受けましたよ。あ、そうなんですね。お前その髪はないだろうっていう本当にある意味あれだね、今のロックシーンから見たら神様みたいな人たちだからね、もう1970年代から70年代の日本のロックシーンを引っ張ってきた方たちですよ本当に、ね、そういう方たちにね、鈴木なんかあれでもね、なんだ、ハッピーエンドだねあいつはそんな人たちがね、お前その髪はないよっていうシンゴくんこれはね、はい、相当自慢していいと思います。あ、そうですか。いや自信持てましたもうヨンスカさん公認ということで、あのちょっと自慢させていただきます。一応あの公式にはドラゴンズテイル竜の尻尾というね、髪型ということで。よかったです。なんていう髪型なのってよく聞かれるんで、そうそう今度が答えられるんで、これありがとうございます竜の尻尾なんだよ、ポニーテールじゃないんだよっていうねその辺はあの馬の尻尾じゃなくて竜の尻尾なんだと。あ、それはある意味俺は竜だから。なるほど。いや大変だよ何の話で盛り上がってるんだって本当に。ちなみにあの竜の指はね5本指だからね。あ、そうなんですね。5本指の竜はね皇帝しか使っちゃいけない。ああ、なるほど。普通の王様は3本指だからねものすげえ細かいところになってますけどさあということで、00Z、 はい、何考えてこんなバンド名にしたあの無限マークあると思うんですけど、あの丸が2つくっついたマーク、うん、はい、あれにアルファベットの Z で 00Z って表記するんですけど、無限の可能性を持ったようなバンドになりたいなと思って、はい、そのような 00Z っていう名前になりました。そうか、00ってそのまま00ではなくて無限大の0なんていうか、そうなんです、こういうグルンっていうマークね、はい、でもあれだよ、その無限大もすごいけど Z って終わりって意味だからね。うん、うん、そうですね、それはいいの、無限大の終わりだよ。だってなんかあの辞書とかで調べたら、うん、その Z っていう言葉自体にその未知のものとか、なんかそういう意味合いもあって、うん、で僕らのアルバムってそれガンマなんですけど、アルファベータガンマで123で出してるんで、これそうすると何、もしかしてオメガまで行くわけ。そうなんですよ、オメガまで目標。すげえなそれアルファからオメガって結構枚数あるぞ。そうなんですよ、でもそういう風にこう日々あの
なんでしょう、私がおばあちゃんになっても音楽をずっと待ち続けて、あのサイドのしんさんけんちゃんもおじいちゃんになってもずっと ね一緒にできたらなっていう。いいね、そうやって考えたらあれか、あのけんちゃんしんちゃんなんだ。はい、そうです。その辺のあれだよね、あの広場っていうか草っぱらで遊んでるガキの名前だよね。ふとちゃんけんちゃん的な感じで ね。いいな、うん、昔はあれですね、ケーキ屋けんちゃんとかね。ケーキ屋けんちゃん、洗濯屋けんちゃんっていうのもありましたけど、だめ、これはこれはこれはネタとして危ないから。さあというわけで、このバンド 00Z どんな音を出してるのかですね、ぜひとも聞いていただきたいと思いますので、まずは1曲、曲紹介お願いします。はい、それでは聞いてください。 00Z でガンマ。さあというわけで 00Z でガンマという、もういきなりガンマですからね。はい、すごいよなこれ。この調子で、でもそうだよな、アルファからスタートして、はい、これね、俺とか G だとね、アルファからスタートしてガンマとかやるとね、あの日本のロケット開発かよっていう。あんまり今の若い子知らないもんね、こういうのね。本当にすいませんね、あの古い話で。今のあの JAXA がまだ種子島とかで飛ばしてた時代って、そうやってあのいわゆるギリシャ文字のアルファからスタートして、だんだんこう大きくなるに従って、ロケットの名前がね、そうそうそう、こんな30センチぐらいのロケットから飛ばしてた時代から、それが一番最初のアルファロケットか、あれが、そうそうそう、うちらペンシルロケットとかってね、バカにしてましたけどもね、そうそうそう、だからそういう意味ではあれですよ、あの日本の宇宙開発史をそのまんま辿ってくような。あ、なるほど、これ意外と新さん、ね、宇宙好きだもんね、うん、え、そうなの。そう、あの慎吾ちゃんがあの宇宙すごい好きで、大好きですね。昨日さ、はい、NASA のツイッターでさ、はい、あのハッブル宇宙望遠鏡が、はい、なんか50万個ぐらいの新しい星を見つけたみたいな話が出て、いや50万個ってすげえよなっていう。そう、でもこの50万個はどうやら我が銀河の新しい星らしいですよ。宇宙はいいよ、行ってみたいですね本当に。だから俺とか G なんかあれでね、悔しいのはさ、宇宙旅行はさすがにちょっとこの年からってスタート無理だもんね。いや、世之助は可能性ある。いや俺はまだあんのかよ。すげえな、なんとか宇宙まで行ってみたいけど。さあというわけで、今日フックが連れてきたってことは当然ライブがあるんだよね。はい、これが何、5月、は
はい、1日、日程がですね、すみません、5月の1日日曜日ですね。日曜日、はい、バンドどれくらい出るんですか？バンドは今現在決まってるのが、うん、ですね、まず 00Z さん、お、はい、であと、東京から57 Pictures さん、おお、57、あ、そうです、はい、うん、来るんだ来るんだ、はい、おお、で、あと仙台ではさよの声さんってバンドが決まっておりまして、今現状はまだちょっと3組なんですけども、当日はまあ6から5バンドくらいを予定しております。さあ、というわけで、そういうイベントに出演する 00Z さんなんですけれども、そもそも3人ってどこ出身？出身はベスのケンちゃんは白石市出身で、うん、はい、地元なの？そうです、はい、おう、で、ドラムのしんちゃんは福島市出身で、うん、で、私、ギターボーカルのエリカは仙台市出身で、お、今福島に住んでます。福島に住んでるってことは一応何、福島ベース？あ、今ですか、うん、今は福島に住んでて、でも仙台でもよく活動してます。あ、すごい、はい、何何何、なんとなく東京っぽい雰囲気があったんだけども、実は東北ローカル、うん、もう全然もう東北ですね、宮城福島ベースで、はい、最近何、こういうバンドって多いの？山形仙台とかさ、福島仙台とかさ、ね、はい、結構そういったバンドさんもちょこちょこやっぱ見られますね。いいね。ってことは何、普段福島で普通に生活してて？そうです。おう、でライブやるときはまあ福島でやったり仙台でやったりと、あとは全国つつうらうら、今回のあの12月にさっき流してもらった、うん、あのガンマが収録されてる、ミニアルバムを全国リリースして、でその全国ツアーで今年はちょっと沖縄まで行ったりしてき、ね、ました、はい、もう一曲あんの？オッケーオッケー、じゃあそんな全国ツアーもやってる 00Z さん、もう一曲聴いていただきましょう、はい、曲紹介をじゃあ、はい、それでは聴いてください、 00Z でフィルター。
さあというわけでございまして、今日はフック仙台のゲストで、00Z さんおいでいただきましたけれども、もう時間がないんでね、あっという間に終わらせてしまいますけれども、なんか言うことある？はい、はい、あのぜひ 00Z 皆さん応援よろしくお願いします。はい、ということで5月1日ですからね、はい、じゃあスケジュールもう一回おさらいしましょう。はい、はい、ですね、5月の1日日曜日、フック13周年アニバーサリーパーフェクトサイト、会場17時、開演17時30分、前売りチケット2000円、当日チケット2500円、入場時、ドリンク代別途で600円いただきます。はい、ということでございまして、今日はその5月1日のイベントに出演する 00Z さんゲストでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーはフック仙台の提供でお送りしました。